どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方お願いします。というわけで、今回なんですけれども、11月に公開される山崎貴監督の手掛ける新作ゴジラ映画に関して、ちょっと話したいと思います。今年の11月に公開される山崎監督による新作ゴジラ映画の内容は、タイトル、プロット、キャストなども全て秘匿とされていて、まだ何も公式発表はされていないんですよね。いろいろな憶測や考察が飛び交う中で、唯一明確に確証が取れているのは、時代設定が戦後間もない日本であり、1945年から1947年頃が舞台として登場するという部分だけで、真偽不明のリーク情報が錯綜している状態なんですよね。そんな中、山崎貴監督のツイッターのプロフィール画像が新作ゴジラ映画発表の際に掲示されたロゴの反転バージョンに変更されて、新作ゴジラ映画の仕上げ中という文が追加されるなど、情報公開が近づいてきている気配がしてきていますよね。国内のゴジラファンたちの中では、特報や予告編が公開されない今の状況に不安を感じている方も出てきているぐらい、情報が全く浮上してこない山崎監督の新作ゴジラ映画なんですが、最近海外の一部ファンたちの中でちょっとした画像が出回っていて騒ぎになっているんですよね。それは Facebook 上にアップされていたと言われているこの画像なんですよね。めっちゃくちゃトゲトゲしい荒々しいデザインのゴジラですよね。背びれがかなり特徴的で、全体的にはがっしりしているようでシャープなデザインですよね。顔つきは平成版ゴジラのような爬虫類や恐竜をイメージするものになっていて、凶悪そうな雰囲気を漂わせていますよね。これを見た海外のファンたちが、これは新作の山崎ゴジラのデザインかもしれないとちょっと騒いでいたのですが、このデザインはおそらくフェイクなんですよね。香港の美術学校の生徒がデザインしたものだと書かれている情報もあるので、フェイクというよりも学校の課題か何かで作ったものをネット上に掲載した際にそれが広まってしまったものかと推測できますね。なのでこれが山崎貴監督の新作ゴジラ映画に登場するゴジラのデザインだと思わない方が正解だと思います。でもこのデザインかっこいいですよね。このゴジラの動く姿も確かに見てみたい気がします。しかしながら山崎ゴジラの特報はいつ来るんですかね。もうみんな待ちくたびれてる感があるんですが、大丈夫ですか？俺は待ちながらいろいろな情報を仕入れてワクワクは保っていますね。皆さんももうちょっとだけ待ってましょう。きっとすごい作品が見れると思うので。また面白い情報が入り次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。